皆さんこんにちは。今日の動画は、しんのすけと一緒に胸のトレーニングをやっていきます。最近の胸のトレーニングは、1種目目からベンチプレスとか重量扱いに行くっていうよりかはストレッチ種目から入ることが多いんですけど、ちょっと今日は久しぶりに1種目目からベンチプレスをやろうと思います。で、今はそこまで重量にこだわってないというか、こだわってないって言ったらおかしいんですけど、本当に昔3年とか4年ぐらい前は一緒にトレーニングやってた時、重量伸ばしたくてガンガンベンチプレスやってたんですけど、めっちゃやってたよね、やってたね、めちゃめちゃやってたよね。で、その時の胸の日の胸のトレーニングっていう感じで今日はやろうかなと思います。その時はベンチプレス、重量伸ばしたかったので、胸の日以外にも例えば足の日とか背中の日の後にベンチプレスだけやったりとか、そういう風に懐かしい、ガンガンやってた。今じゃ絶対やんないよね。やらないね、本当にやらないですね。前やってたもん。今日はその胸の日のベンチプレスを伸ばしたくてやってたメニューっていうのをやろうと思います。ただ特別なことをやってたわけではないんですけど、集中してベンチプレスをする、そうだね。なんかね、多分そのベンチプレスを伸ばす方法はセットの組み方とかいろいろねあるとは思うんですけど、あんまり僕らはそんな気にしなくてもうガンガンやってた感じなんで、当時の雰囲気を見せれればなと思いま す, です、ね。はい、じゃあやりましょう。お願いします。早くやって。こんにちは。つまんない。まだ、ウォームアップ、ちょっと声が出ない、あんまり今日人と喋ってないから声が出ないけど、ウォームアップじゃあメインセットはだいたい141とかですね。で、いきます。で、僕がベンチプレスやる場合は結構高重量を持ちに行くことが多いんですが、本当にメンタルだと思います。なんだろう、もう前回の記録を抜く、前回より重いもの、前回より多く回数を上げるということに集中して毎回やってます。もう全身全霊で、そうそんな感じ。特にスクワットとかベンチプレスに関してはもう回数も少なくていいと思うので、前回の自分で勝つ。いや、毎回こんな感じに魂が抜ける感じになります。行きましょうか。行きましょう。よし、じゃあ2セット目同じ重量でいきます。で、もちろんまた同じ回数、もしくはそれ以上上げるつもりでいきます。テンション低いんじゃないですか。え、テンション低いんじゃない。こんなもんだよ。そんなんじゃ上がんないんじゃない。静かにしない。
次ラスト3セット目なんですが、2セット目まで140ちょいでやってたんですけど、最後ここに来て重量上げちゃいます。なんか僕はもう逆に考えちゃいます。今、4回か5回上がったので、まだそれだけ上がるってことはまだ重量上げれるって僕は思っちゃうので、もったいないじゃないですか。せっかくまだ力があるので、ここでもう一気に何キロだろう、ちょっと分かんないけど、もう本当に何回上がるか分からないけど、もう何回でも行くつもりで行きます。上がんなかったらすいません。今年初めて潰れた。2種目目いきます。で、僕がもうベンチプレスをめちゃめちゃ上げたかった時は、だいたいもう3年ぐらい前か、ほんとしんのすけと毎週のように一緒に胸のトレーニングやってて、最初ベンチプレスやって、その後にそのジムがあまり器具がないっていうのもあったんですけど、スミスマシンのインクラインのチェストプレスをやってました。なんで初心に帰って今日もいきます。で、スミスマシンはもう思いっきり重量扱いにいけるし、結構これでパンプしていく感じです。ベンチプレスでしっかり重量持って、で、このスミスマシンでもう少しレップ数上げて、もう少しパンプを狙うパンプを狙うというか、回数が上がって自然とパンプしていくって感じです。からメインセットに入ります。で、最近やってないよね、あんまりね。そうだね、スミスマシンであんまやることなかったので、ちょっと重量が分かんないんですが、この重量でいきたいと思います。スミスマシンで本当に追い込んでいく形が多いので、最後の3セット目4セット目になるとドロップセットでガンガン重量落として、結構刻んでかなり追い込みます、スミスマシンで。スミスマシンに限らずなんですけど、これ胸のトレーニングなので、結構胸がやっぱり下がって肩が前に出ちゃう人が結構多いので、それって論外だと思うので、胸のトレーニングはしっかり胸を出してあげる。その狙いとかでも変わるんですけど、基本的にはしっかり胸を出してあげないと胸に入ってくれないので、そこは高重量でもキープしながら頑張ります。ちょうどいいですね、8回ぐらい。ラスト4セット目スミスマシンで追い込んでいきます。で、さっきも言ったようにラストなので、ドロップセットでいきます。で、20キロがついてて、15キロプレートが2枚ずつ片方ついてるので、15キロ落として15キロ落としてって感じで、合計3回かな、3回やる感じです、一気に。でもこれもう全部お見せするので、いきましょう。
感じかな。これで3回か、合計3回やって20回以上やったかな、レップやってたよね。全然取るのに集中して風邪じゃなかったまあやったと思います。ここで、まあ、ほんとスミスマシンってこうやって簡単にドロップセットができるので、そこは利用しましょう。でもここで今 2種目目なんですけど、だいぶこの2つの種目でパンパンになってくれるので、ストレッチの種目を入れてあげればそれだけで十分かなと思います。疲れるね。ドロップ疲れるよ。疲れるけどやっぱめちゃめちゃ効く。ドロップはキャンプしてみちゃう。Try